はい、どうも、ゆっきーでーす。今日、タバコが、喫煙動画。こちらです。エコーですね。値段が確か350円ぐらいだったっけ？久々にちょっと、吸ってみようかなー、ということで。はい。前吸ったのが、あれですね。若葉。だったんですけど、個人的にはちょっと若葉はあんまり、若葉風味が、畳の臭さみたいなのがなくなってたんで、逆に、特徴がなくなったので、ひどかったです。個人的には。うん。だから、ああいうのって、好きな人も嫌いな人もあると思うけど、ぶっちゃけた話、いわゆるメビウスとか、ケントとか、吸う価値ないんすよね。特にケント。何にも味しない。タバコの風味すらまずない。クソ。ボンどころかもう、無味無臭みたいな感じ。まあ、それは言い過ぎなんだけど、なんていうか、タバコっていうその、風味がそもそも、まるでないっていう。大っ嫌いですね。ああいう。特徴の1ミリもないやつ。それでは、吸っていきましょう。あ、そうそうそう。最近、こちら、裏ルートで入手しました。ピースの、これ、ジッポライターと見せかけて、実はジッポじゃない。これ、すごいジッポライターっぽいじゃないですか。これ、ガスライターなんですよ、これ。裏に。ガス注入できるやつ。で、しかもターボライターでもなく、これ普通の、うん、こんな感じのやつ。吸っていきましょう。まあ、エコーは、若葉とかに比べて、まあ、短い。いわゆる今のゴールデンバットとか、まあ、三級品タバコなんですけど、ゴールデンバットとか、もしくは、ショートピース。ショートピースと同じ、大きさですね。長さ。で、それにさらにフィルターがついてるんで、まあ、さらに、短くなってる。まあ、でも、割かし別に悪くはない。うん。若葉とエコーどっち選ぶってなったら、明らかにエコーの方がうまいです。うん。圧倒的に。甘みみたいな、のは感じられますね。タバコの甘みみたいな。うん。あ、ごめん、言うの忘れてた。タールが15ミリのニコチン 1.0 です。美味しいですね。うん。うん、美味しい。また、今年の10月
ぐらいだっけ？またあのね、値上げするとかなどが言うてますけどね。ちなみにこちらが、エコー350円。20本入りで350円。で、発売したのが1968年の8月の20日。ウィキペディア。エコーは日本タバコ産業過去 JT から、発売、製造、販売している日本のタバコの銘柄の一つ。概要が、オレンジ色に茶色のストライプパッケージとなっているソフトパック、939品と呼ばれた製品の一つで、ゴールデンバットと新生が2016年に、フィルター付きに変わるまで、バイオレット過去沖縄限定と並んで、日本で最も安価なフィルター付きタバコだったと。あ、確かに。ただ、若葉が、確か60円なんですよ。で、しかもね、ロングサイズっていうか、ロングサイズ、キングサイズなんで、普通のタバコと一緒のサイズ。だから、まあ、10円しか違わねえからな。まあ、どっち取るかっつったら、まあ、でも、ねえ。どっち取るかっつったら、やっぱり、ね、重い、量が多いタバコの方が、やっぱり売れるんじゃないですかね。まあ、エコーはあんまり多分売れてると思わない。一番売れてるのは若葉ちゃうかな？ゴールデンバットもまずくなったんで、あれもダメですね。あれもダメになったんで、もう、まあ、ニコチンを摂取するという意味で考えると、そうですね。若葉が10、タールが19だから、ニコチン摂取するとか、の場合で言ったら、まあ、その暗格から、安価さから、タバコの増税、値上げが相次ぐ、近年、売り上げが伸びており、2010年10月のタバコ税増税以降は顕著であると。年度売上では、それまで上位20銘柄から圏外だったのが、2010年度に19位になり、2011年度には8位。過去全体シェアの 1.8% まで躍り出ている。939品に設けられているタバコ税の、軽減措置が2016年4月以降、段階的に縮小廃止されるため値上げされ、2018年4月1日より1箱350円となりましたと。多分エコーはこの味は、一切変わってないですね。ゴールデンバットとかに比べると、圧倒的な新生とかもそうだけどさ。まあ、当たり前だよな。当たり前だよな。だからフィルター付きになったから、味なんて変わるのは当たり前だし、タール値も変わるのは当たり前なんで。まあ、特に癖もなく、むしろ甘みを感じるほどの、吸いやすい。うん。吸いやすい。うん。吸いやすいですね。これを、フィルターをちぎって、吸ってみましょう。ショットガン。シガレットホルダー。
やっぱ若干辛くはなってますね。辛い、若干。でも、そうだね。若葉とかに比べれば、明らかに辛くはない部類だと思います。多分。だから、まあ、強く吸いすぎるとやっぱ辛みが出るんで、まあ、弱めに吸うんですけど、まあ、クールスモーキングっていう、あれなんですけど、多分クールスモーキングが俺多分、なかなか難しいよね。難しいっつか、まあ、結局弱めに吸えばいいんだけども、うん。だからどうしても、うん。難しいは難しい。うん。まあ、若葉に比べたら美味しいのは間違いないですね。味として。しっかりやっぱ風味は感じられて甘さも感じられる。タバコ。ですね。うん。うん。美味しい。うん。美味しいよ、美味しい。ただやっぱ両切りにして吸うと、かなりタールチとかニコチンが増えるんで、ヤニクラになる。ヤニクラになるっていうね。もうすでに今なってますね、ちょっと。ヤニクラ来てます。うん。ああ。でも美味しいですね。これをフィルターなしで吸うよりはやっぱフィルターありで吸った方が、美味しいんじゃないかな。やっぱり。うん。それ、申請ってあれなくなったんじゃなかった、そもそも。申請。フィルター付きになって、なおかつ多分あんまり売れてないっていうことで、申請多分なくなったんじゃなかったかな。大体そもそもだって申請が売られてるところまずないからね。そもそも。両切りの時点で、申請は割かしレアなタバコだったんで、でも、両切りの時点では、ゴールデンバットに次ぐうまさだったんです。うまかったんですよ。間違いなく。ただ、ゴールデンバットの方が、値段安かったんで、で、どっちがうまいかってなると、まあ、味だけで考えると、ゴールデンバットの方が圧倒的にうまかったんですよ。確かに新鮮もうまいんですけど、うん。やっぱゴールデンバット安い上にうまいっつってなると、もう、ねえ。勝負にならない。うん。うん。でも新鮮うまいんだけどね。新鮮とかゴールデンバットとかも、まあそうなんだけど、こちらのエコーだって、まあ、こういった、タッパーに、ウイスキー入れて、安いウイスキーでも何でもいいな、ゴールデン、じゃ、ブラックニカクリアとかでも全然いいんで、加湿する。ウイスキーで加湿すると、すげえ、
うまいんで甘くなりますね。ウイスキーの甘さが。タバコに入るんで。で、あとやっぱ若干加湿されることによって、そうね、辛さとかも、なくなりますからね。だから俺基本的に、こういったものはもう全部、ウイスキーで加湿するって感じですね。ということで、このエコーは、もう昔から変わってないな、この味はな。うん。だってそもそも、形自体変わってないんだから、だって最初からフィルター付きだったからね。美味しいですよ。うん。これで350円だったら、まあ、いいと思いますよ。うん。ということで、四つ星。ご視聴ありがとうございました。